こんばんは。こんばんは。お次元のレッツさん、ありがとうございます。朝霞さんハートありがとうございます。今日はやけに早いね。そんな毎日時間決めてやってないです。今日は8時からセトラブの配信もあるので、ぜひ見てください。ダイディンさん、かわいいゲストたくさんありがとうございます。セリアさん、ピロシさん、ハートありがとうございます。20時からストラブの会員の方にはあれが来ると思います。普通に URL、 多分今日の配信の URL が来ると思われます。ね、今月ももう今日で終わりということで、8月もありがとうございましたね。早かった。多分今月あったことをいろいろ考えたら長かったっていうか、妥当そんなもんかなって感じだけど、普通にこの前8月始まったのにって感じ。そう、そうなのよ。そう、今日片付けしてたら自分が意外とカチューシャを持っていることに気づいたんですよ唐突な。あ、さっき UR 来たんだ。それは良かったです。セトラブ50ポイント差？そうなんですか？そうなのですか？なんかめっちゃそんなもんだっけ。あ、そっか、そんなもんか。でもその1個下とは 10ポイントぐらいしか差もないのでね、今日でやるっきゃないですね。何本とかじゃなくて、あのカチューシャって言ってもさ、普通に私服とかできるカチューシャじゃなくて、なんだかなんていうの、コスプレまではいかんけどとかっていうカチューシャをいっぱい持ってることに気づいたんですよ。これは誕生日の時のティアラ。捨ててないよ。捨てる予定もないよ。ちゃんとこんな持ってたんだって終えただけです。普段、そう、普段使いするやつではない。普段使いタイプではないです。
車はあれだよ、なんだっけ、なんか結構前から持っとる、あれだ、卵のやつ、イースターのやつ、イースターギフト、ギフトじゃない、イースターの時のやつの配信でつけた記憶がある。今日雨降りそうな、なんか前髪、無駄にしないように定期的に使う雷なってる？じゃあ雨降るんかな？湿気が強いんかな？48師匠の発送遅れるってメール来た。あら、この前話してたやつ、缶バッジか。そうなんですね。こんなカチューシャ持っとったんだって感じ。なんで買ったんやろこれ。何を思ってこれを自分は買ったんでしょうね。これなんか一回もつけてないよね。これは普通に USJ の時のやつやけん、わかるけど、これは普通にそのイースターの時やけんわかるし、これはクリスマスやけんわかるけど、これは何？つけたことない。なんで持っとるんやろ。2月22日、ああ、猫の日しようと思ったんかな、けど多分気が変わってやめたんかな記憶にないけどね。今日巻いても巻いてもダメじゃないか。巻いても巻いてもダメないですね。湿気が、湿度が高そう。こうやって指でやったら一瞬いけるけど、時間が経ったらだんだん長く伸びてくるんですよ。伸びるっていうか巻きが取れてくるんですよ。ガエルサンタさん、めっちゃかわいいギフト。あ、めっちゃかわいい。
いい人、めっちゃかわいい人。これは季節外れですよね、あえてのあえてのこれ。何そんなわざとばかりに。誰かと合わせるつもり？これを？ないないないですよ、ないです。あでもトナカイ、トナカイ、うーん、12月までお蔵入りかな12月までお蔵入りですね。これはそうそうそう、これあれだよ、あのクリスマスのお話し会でつけてるメンバー他にもいたからつけたら怒られたやつダメ、ダメですって、ダメですって言われたやつです。そうだっけ、お話し会のなんか1時間かな、1時間目なんかその日の1時間目だけあのの人だけ見れたやつ。そう、研究生だからっていう理由なんです。昇格したらそれもなくなるんですけどねこんなカチューシャなんかで怒られなくなるんですけどね。かわいそうにかわいそうなトナカイ。カチューシャつけたらここ前髪が崩れるのが嫌なんですよね季節外れすぎてあ、じゃあ誰だっけ、赤ヘルサンタさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。3秒で外す飲み水さん、マジスカさん、ゆうちゃんありがとうございます。秒で外すスタイル一瞬の、クリスマスイブ、クリスマスやったっけあれ、クリスマスイブ、レディンさん、かわいいギフトたくさんありがとうございます。サンディネさん、マジスカさん、可愛いギフトたくさんありがとうございます。初華堂弁当さん、ともゆきさんありがとうございます。一瞬ですスリル一瞬です。みんなに見せたわけじゃないみんなに見せたわけじゃない、一瞬です、一人用なので一瞬です
クワガタこれをクワガタってことにすればいいってこと。クワガタ見えなく、確かに見えなくもないけど、クワガタのコスプレとかする人おらんでしょ。今日のめっちゃ可愛い、どんな特典がついてくるんだって。急に始めただけです。急に始めた。くしゃみしてて見れなかった。そんな一瞬やった。モバメの格好は気にならないの。モバメ何の話。私たちの国では9月からクリスマス。いいな、いいですね。クリスマスの世の中の雰囲気めっちゃ好き。メール楽しみにしとこうって送らないですよ、サラ振りじゃなくて送らないですよ、送らないですよ。これは送らないよって言って送るとかじゃなくて本当に送らないです急に急に送らんよ。トナカイ、急にトナカイなんて送りませんよ。トナカイの木を使うなんて使わないです使わないですよ、使わないです。セトラブテってことよね。使わないですよ。犬の加工とかそれは何も思わない。てか別にこれをしたくないとかじゃなくて意味もなくしたくないんですよ。ただそれだけ、意味もなくしないだけ。トナカイ、そうね、トナカイのトナカイのなんかがあったりしたらするけど、なんか浴衣はするか迷ったけど着るの大変なんですよね。一旦直してしまったらめっちゃあれなんですよ。シワになるし、そう大変なんですよ。明日送るんかもと濁せばいい。確かに明日から9月やけん。そうですね、そうそうそう、そうですね。今日も全身写真送ってね。今日はズームでのセトラブになるので全身写真は送らないです。綺麗ですね、ありがとうございます。送るねって言ったら30人くらいメール取りそう。そんなカチューシャに効果がありますか。需要、浴衣とトナカイ関係ない、何も関係ないよ、関係ない関係ない関係ないですよ。俺はただ今日片付けて出てきたよっていう、ただそれだけって言ったらみんながつけるのかって言い始めたから、そうそうそう。サラピといえばサングラス、それはまあこの前からですね。からっていうかこの前だけですね。組
ムートのフリフリかわいい。あ、これか。去年着てた浴衣、家の、そう、家のやつ。あれは自分のやつですよ。そう、家のやつ。前髪が伸びてきた。ジェンピーさん、クマありがとうございます。クマは、あ、クマの、確かにさ、クマのカチューシャを持っとけばクマギフトをくれた人に喜ばれるのにね。クマなんて持ってそうなのに持ってないっていうね。あ、これ、どうえ、これこれでクマじゃん、もうクマじゃん、これでもうほらもうこれでクマじゃない。ワンチ羊ワンチ羊。これはさ、これは本当は犬なんですけど、本当はね、本当は犬よ、これ。ほら、こう、スヌーピーの仲間なんで。あ、ほら。これはクマ。シェヌピーさん、クマありがとうございます。ほら、これは。もういいじゃん。今度からこれはクマになりましたね。犬じゃない、クマですもうクマです。タク、甲子園のホテータカダヤさん、ゆうちゃん、スイちゃん、ありがとうございます。ゴーゴーゴー、クマがいるではないか。これするたびに髪がボサボサになってしまう。ね、クマ、もう前髪が死亡してしまった。なんで持ってるのって。これは USJ に行った時に、普通にスヌーピーの仲間なんでね、 USJ のキャラクターみたいな感じ。クマとめっちゃ可愛いギフトが来るたびに悩みどころになる。覚悟さ、そんな毎回普通にコスプレとか自分からするタイプじゃないから、一回一回に一回ちょっと勇気を振り絞ってやらんといけんくなってしまう。ちゃんと覚悟を決めないといけないんでね。そうです、覚悟を決める時間がいるんです。飲み水さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。一回閉じたらいいな。覚悟を決めて
けた瞬間、あでもあバサバサ、あこれはあギリギリまで、そうクワガタですよこれは。これはトナカイじゃない、もう夏はクワガタ、冬はトナカイになります。誰だっけ、ノミーズさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ちゃんと見せたよ、ちゃんと見せたよちゃんと見せたから、一人にそんな10秒もつける必要はないでしょ、別に10秒必要なしよ。クマは大変なんですよ、こんなことしよったらもう1時間終わってしまう、こんなんで見えてた。うわして、あ見えてない、あ見えてない、まだ見えてない、1枚10秒なるほどね、おお、いけたいけた、あれな、そう、もう8月、そうね、8月ありがとうございましたという気持ちを込めて。浅香さんありがとうございます。縫っとけばってもうそれクマとしてしか使わせる気ないじゃんはい、クマクマ、松花堂弁当さん、ありくまありくま、井上義弘さん、松花堂弁当さん、ありがとうございます。アリクマアリクマ、ピロシさん、アリクマアリクマ、マー君3号さん、アリクマアリクマ、ショカド弁当さん、またアリクマアリクマアリクマ、スヌーピー犬の出番、犬の出番はいつかショールームに犬ギフトが出た時犬ギフトが出た時ですね。犬のギフトが出た時に犬としての役目を果たします。そう考えたら犬のギフトないの意外、なんでないんやろね。熊投げるイベント違います、違います。ゆうちゃん、かわいいギフトたくさんありがとうございます。ダイヤさん、浅香さん、関千さん、マジスカさん、マーク3号さん、タコさあ、タコ持ってないよね、なんかタコ持ってる人おるけどタコ持ってない、タコありがとうございます。そう考えたら確かにウサギギフトもないか、タコかクマ、タコかクマって感じか。
カチューシャじゃないけど、なんかタコのなんかぬいぐるみみたいな、なんか胸息とか持っとるよね。タコもらったらなんかパフパフって鳴らせるらしい。そのそれを11月にワンチャンあるかな。そうね、まあ、ショールームといえばクマなんでね。犬の日あると思うけどね、愛犬の日とかあるし。でもギフトは今まで出たことないね。犬系のイベントは出たことないですね。ネズミやウサギはあったのに、それはあれ毎年のやつかな、ねえ牛トラウのやつかな。借りてきてって、これでいいじゃん、これでこれで満足でしょうよ。花火、花火これも頑張ったら白いクマになりそう。あ、ほらほら、このとんがっとる部分をなくせば白クマじゃん。これはね、誕生日限定なんですよ。か、なんか天使ギフトとかそういうのが、そういうのが出た日。あ、前お城タワーみたいな、砂のお城タワーみたいなのあった時、いただいた時にこれをつければよかったですね。そう、片付けだったらいっぱい出てきたけんね、いっぱい出てきたから。あ、結婚ギフト、結婚してギフトの時これ。可愛いディア、でもこれ100円です。高校生の頃に友達となんかノリで買ってこれつけてプリクラを撮った時のやつ、100円です。100円よこれ。これは別に、あーね、あーランキング読み、あーなるほどね、なるほど、ランキング読みでこれをつけたらいいってこと。これつけてトップ3を読む。そう、100円だよこれは。でもこれが一番もう最高級、これは最高級です。うん、何でしたかな、これ3,4,000円ぐらいした気がする。 USJ のねこういうやつは高いんですよ、お高めなんですよ。これも100円、これも100円、これも100円。茶色いクマが一番高いですね。夢の国は割とちょっと安め、 USJ より安めな気がする。カチューシャとか、プレジャーマニアックな下さん、花火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 ありがとうございます。月はせん、
ベレッタさんありがとうございます。そう、ね、こういうカチューシャは安いですね。どこにでも売ってますね。けどあのどっちかっていうと私服とかの時につけるカチューシャの方がお高いです。うん、お高いんですよ。でもフラワー衣装につけてそうなめっちゃ可愛いカチューシャを買ったんですよね。いつかのお話し会とかでつけようかなって思ってます。レジャーマニアックな下さん、タコなんかもう求め何かを求められてみんなが何かを求めてギフトをくれよるような気がするけど、タコは持ってませんのでね。ないんですよ。レジャーマニアックネスさん、タコありがとうございます。タコは12秒の最後の顔でって絶対やらない絶対やらないですよ。それはないです。それはありません。絵はもうステージだからやってるだけなんですよ。まあ自らしませんよ。なんでタコ、なんでタコが傷顔になるんだ。タコ。そう、あれね、12秒のやつ、あの広島会場の時にめっちゃアップで写され撮ったやつを工藤が見て、カワウソみたいって言ってきて、それを褒めてないでしょって言って、褒めてるよって言われたけど、カワウソみたいで可愛いって言われて、ちょっと褒められてる気分にはなりませんでした。褒めてなくないみたいななんかあの工藤的にはでも褒めてるらしいです。あの小動物みたいだったみたいな言っとったけど、カワウソは可愛いけどさ、カワウソは可愛いけど、カワウソみたいで可愛かったってカワウソ？なるじゃん。ゆうちさんありがとうございます。あの時のあの顔がカワウソっぽくて可愛かったらしいちょっとよくわからんけど、悪口とも思ってないけど、そんな褒められたとも思ってない20時から、はい、
ね、ストラブ果たして勝てるのでしょうか勝てるのでしょうか。CM な CM なる CM なるね、すごいけどあれぶりの CM なになれるのかどうか。瀬戸内愛、今日のテーマは瀬戸内愛なんですよね、確か今日のゲームのテーマは瀬戸内愛。48愛やったら勝てたのにな48愛やったらもう自信満々で勝てたの。スマイルさん、ありがとうございます。ギフト。でも電電ではこの1もう負けたみたいに言ってるけど、この1ヶ月投稿をどの他のチームよりも頑張ってきたと思うので、最後の最後まで諦めずに頑張りたいと思います。投稿頑張ってきたのでね、演技も頑張ったし演技も頑張ったしさ、あ、ファイトファイトって誰、浅川さん、たーくん、ファイトありがとうございます。だからさ、そう、あの今までの投稿、サラとミナミさんとレポの投稿、まだいいね押してないものがあればぜひいいね押してください泣かないでってそうなんです。照れた演技とかさせられたのにそうだよ、飲み水さん、ともゆきさん、ありがとうございます。時にはちゃんと判断して投票するから、サラピだからって投票できないよなんて言葉も言われまあそんな中頑
頑張ってきたこのセトラグの1ヶ月間なのでね今日で決まるんかな分からんけど、今日の4番勝負で決まるんかな分からんけど、瀬戸は打ち合いを頑張りたいと思います。すべての投稿のいいねも加算対象、今月投稿されたものだけ。サラはまあ今月から始めたけん全部の投稿やけど、レイポとかミナミさんは今月から始めたわけではないので、今月の分からかな。マーク3号さんお疲れありがとうございます。そうそう、顔も声も大好き、ありがとうございます。マックン3号さんバラありがとうございます。その配信はもうすぐで終わります。あとちょっとで10分ぐらいで終わります。なっちゃんの演技は予想以上だった。サンボ怒る演技できるよ。てか照れる演技以外は意外と一番簡単やった気がするなと思う。照れる演技以外がサラにとっては照れる演技、そうこれが嫌だって言ってたらなってしまったのでね。そう、デラウェア食べながら見てます。見ます。サラも今日食べました。ふたふさデラウェア食べた。面白かったって失礼ですね。面白かったと、面白い演技をしていない。ジェネピーさん5番ありがとうございます。の話を聞いててミニトマトを買ってみました。そう今日野菜の日なんでね。そう野菜の日や、野菜の日やけど今日野菜を食べてない。野菜を食べない、野菜を取らないといけないですね。投票期限いつまで？投票期限？なの？投票期限？投票期限？確かに。今日のあの配信を見た後に、その発表配信でか、いいねかな？わからんけど、まあ、とりあえず今日中にしとくのが一番。8月分からん、どうなんやろ。確かにどうなんでしょう。瀬戸内愛はね、投票、瀬戸内愛は投票で決まるんかな。ちゃんとなんかあのゲームみたいな感じでさ決まるんかな、分からんけど、まあ、とりあえず早いに越したことはないので、いいねはもうとりあえず今もう今すぐ見て押しといてくれれば。
今日の勝負投票あるんかな、分からんけど、もしかしたらあるかもしれないので、8時から見れる方は絶対に見てください。ファイト、ありがとうございます。スケ、ありがとうございます。スケさん、ハート、ありがとうございます。最初と前髪が変わってしまった。湿気すごい今日。なんだろう、15分になったらランキング見ます。今月もう終わるのに。七並べの俺してないね。ストラブ配信の後元気があったらしようかな。元気があったら。今月のことは今月中にしておきたいので、もう分からんけど、セトラブでもうめっちゃ疲れてしまったら違う日にするけど、そうけど、そうじゃなければそうじゃなければ今日の夜します。あ、めっちゃファイト。マーク3号さん、ピロシさん、ユウちゃん、ニャンさん、ニシェヌピーさん、朝香さん、ファイト、ありがとうございます。ということで、じゃあ15分になったのでランキング見たいと思います。48位、キャンパーさん。24位、ミルビョルさん。13位、ライディンさん。12位、のみみずさん。11位、赤ヘルさんと。30位、ピロシさん。9位、セディアさん。8位、ゆうちゃん。7位、甲子園のホイテータカダヨさん。6位、朝香さん。5位、消化道弁当さん。4位、ニシェヌピーさん。3位、プレジョンマニアックな人さん。2位、かっこゆうちゃん。1位、マー君3号さん。ありがとうございました。それではこの後20時からセトラブ会員の皆様、セトラブの対決ぜひ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。